えー、さんこんにちはいつも楽しく配信見ておりますえー影について悩みがありまして相談してくださいえー、アラホーの鍵おじなんですけどオンライン風潮になってから仲間がいなくて孤独になってしま,しまっていますうん今さらコミュニティにおじが参加するのもどうかなって思ってしまいますが一人取り元ランコムだけどしっかりしたキャラ隊などもできなくて実力が頭打ちになりがちですコミュニティでどういう風に参加していけばいいんですかねいやーこれは難しいですねこれはもう現代の悩みだね いや、これはね、いやいや、ほんとにあの、めちゃくちゃこの同じ悩みを抱えてる人は、すごい多いと思いますね。ああ、でも確かにキャラ別の確かに、ディスコードとか、っていうのはいいかもね、LINE とかっていうのは。うん。だ俺は正直もう、こういう環境、ゲーセンの時にね、知り合った人としか、だから、 消してないからでも実際新しい例えば俺が何だろうな FPS とか初めてね初心者ですってそのコミュニティ入っていくっていうのはかなり難しいからやっぱりうんだからキャラ別、うん、でも結局ディスコードしかないよなうんディスコードなり LINE なりで一回ちょっと入れてもらって でまあ、その対戦とかしてみたいなうんそういう感じしかないよないやこれは当に根が深い問題やと思いますねうんでやっぱりこの仲間がいないとねどうしう閣議を続けるって1人で続けるって俺はもうほぼ不可能だと思ってるから だからまあ、こう、配信者の、まあ、そう,いうことね、配信者の人とかに、質問とかしたりとか、まあ、それはコミュニティに入ると、間違うかもしれんけど、まあでも、そういう人たちが、たと、特にストカイブとかやったら、結構、その、人が多いと思うんで、小中級社の人も結構いて、そこにコミュニティはあると思うんで、もうそこに、まあ、入っていったりとかするしかないよね。 ま、うん、あ、ネモさんがディスコートしてたけど、確かにね。そういうのいいかもしれないね。格ゲーはでも、その、うん、いや、オジーはかなり多いから、あ,あの、ストファイブは特に多いから、そうだね。だからそう、ストファイブ勢とかじゃなくて、まあ、それこそ、その、何なんやろうな、わかんないけど、まあ、やっぱ、同じ境遇の人がいるゲームじゃないと、結構、やっぱ、始めづらいよね。まあ、だから、やっぱ、ブームっていうのは大事で、うーん、どん、 自分と同じ環境とか、うん、似,た似た人がいないと、やっぱりさ、始めれないやん。ともまあそこ、それらそれのサイトものが、まあ、友達とか、まあ、同じぐらいの年齢の人とか、うん。っていう人がやっぱりいればいるほど始めやすくなるから、まあ、そういう人たちをまあ見つける。だそれこそ、なんかさ、たまにあるのが、その、なんやろうな、なんとかラインみたいな、まあ、社会人ラインとかさ、まあ、そういう、なんか、そういうのでも、 ちょっとでもこうなんかね自分と似たような人がいればとかさうーんまあこれはね難しいけど徐々に徐々にまあマイ捨てするしかないよなやっぱりまあそれかまあそうやなオフ対戦会があればねそのオフ対戦会でちょっと対戦した人とちょっと話して知り合いになってでまあそれでちょっとね SNS とかでもちょっと 知り合いになってそっからみたいなとかね、うん、人捨てに知り合い増やしていくとかもできるけど、偉そうな年はめっちゃ嫌いるから、謙虚でフランクに行く普通に友達できる。うんまあ、確かに、あの、年上の人が丁調に接してくれたら、なんか、すごいいい人やなって思うよね。うん。言うたらだってさ、年上ってもう言うたら、なんかこう、頭ごなしに怒鳴りつけても、つけてきてもおかしくないやん。うん。 そんな人が、なんか、丁重にしてくれたら、あ、なんかこの人、ちょっといい,いい人やなってなるから、からそこは大事かもね。うん。同じかもしれない。まあ、そこはちょっともう、コミュニケーションのあれになるから、なかなか一概には言われへんけど、あ、確かに、あっせな、それこそさ、そうそうそう、ゴン太さんのやってる大会とかさ、にね、ちょっと参加してみるとか、そういう、だから、ほんまに、ね、初心者イベントっていうのはもう、ね、ほんとに、あの、やってる。 くれてる人っていうのは本当に頭が下がるねうん絶対にあれはもうやってやった方がいいことやからまあそうフードさんがその初心者講座やったりとかまあゴン太さんとか梅原さんとかがあの初心者の大会やったりとかもうあれはもう相当な貢献やと思うよほんまにそうそうあれで初心者の人がまず目標ができる目標もできるし参加するだけで その交流ができて、知り合いができてっていうきっかけに絶対なるから、いや、本当に、そうだね。うん。確かに、ゴン太さん、そうやね、の配信とかも、すごいいいかもしれないね。そんな感じですかね。そうそう、本当にコミュニティ得しかないことですね。うん。はい。そんな感じで、ちょっと、応援しております。で、格ゲー勢、方向音痴が多くない。あー、方向音痴だね。いや、だから、その、格ゲー勢って、横にしか動けないから、うん。その そうなんよね左か右にしか動いたことがないからその斜めとかその奥とかそういうなんか概念がないんですよねだそれなんじゃないかなスキッドマックスありがとういやだ俺も超方向音痴なんですよでそのまあこれは人によるかもしれないけどまあこれ俺はなんですけどちょっとその方向音痴なのをなんか楽しんでる節もあるんかなっていうなんか あこっち違うけどまあこれはこれでみたいなうんなんかそういうのはちょっとあるかなだかあんまりこうスケジュール通りというかその旅先とかでもここ行ってここ行ってこうやってきっちりかっちりっていうよりかはなんかこう迷いながらいろいろ行ってみたいな,なんかここになんかこれはこれでなんかうまそうな飯あったぞとかなんかそういうのでもいいんかなみたいな感覚は俺結構あるかな うん、だからその例えばその友達と一緒に出てああそこ行きたいなどこにあるんやろうってなるやん。な時にそのまあすぐこう調べてくれる人いるんよねあちょっと俺調べるわすぐグーグルしてあじゃあここやでそれめちゃくちゃいい声やと思うんですよめちゃくちゃその優しいしいい声やと思うんけどありがとうってなんねんけど内心ちょっとがっちょっとがっかりしてんのよねなんかこうあでも,もうちょっとこうブラブラしながらこうああでもないこうでもないってこう 言いいなななながらなんかか行きたかったなみたっみ結局のところそこに行くまでになんかその出会ったなんか店とかでもよかったなみたいななんかそういう感覚は結構あったりするかな、うん、まあでも方向音痴はでもほんまにでもねまあ結構でも、まあ、困るね実際迷子になりましたからね子供の時に、うん、子供の時迷にほんまにガチで迷子になってゲーセン行って。 小学校二年1、2年生の時にあに、のー、ゲーセンっていうか、ビデオ屋のゲームコーナーに一人で行って、で、帰ろうと思ったんやけど、全く別の方向に行っちゃって、うん、そうそう、本音そうそう、あのー、泣いもう、泣いてたら一人で、そしたらその、まあ、おばちゃんが声かけてくれて、まあ、そこで、こう、至り尽くせるの だからそういうのもよ,よくないかもしれんな,な。痛い目見てないというか、もうそこでまあ、ね、お菓子を食べ、ジュースを飲み、ご飯を食べ、お風呂に入れてもらい、寝て、起きて、車で家まで送ってもらうみたいな。だそういうそのも,もう、豪遊。うん。<laughs> <laughs> だから別にそんな悪いこと起きひんな、みたいな。うん。<laughs> <laughs> のもちょっとあるんかもしれないね。 自分の場合まあそのおばちゃんそこでまあなんかね家族もいて子供もいてみたいなうんでそれ自分の家はあの家に電話してって言われてんけど俺自分の家の電話番号知らんくてわからん自分の電話番号からんっつってでも友達の家やったらわかる友達家によく電話かけてたからで友達の家に電話してほんで今迷子なんやけどみたいなちょっとうちの住所教えてくれほしいんやけどっつって俺の友達の お母さん,がなんから、ね、教えてもらって、住所から電話号かな。自分の家の電話号教,教えてもらったから教えて、もほんであの家に電話してみたいな。そんな感じだった気がするね。うん、<laughs> まあまあ、そんな感じですかね。いや自分ちに電話ってかけへんからね。うん、友達んちには電話かけるけど、そんな感じですかね。